はい、でも、キョウペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、チェンソーマンコラボレジャーが来ておりますので、一通りやったんですけど、今回はこちらをね、解説していこうかなと思います。まずはね、こちらのレジャー、難易度が4つあります。最初はイージーとノーマルだけなんですけど、ノーマルをクリアするとハードができます。で、ハードをクリアすると今度エンドレス。エンドレスっていうのは、もう名前の通りね、無限に続くっていうやつなんですけど、まあ、各階級ね、初回クリアの報酬がありまして、例えばエンドレスだったらガチャコイン5個、ハードもガチャコイン5個、ノーマル、イージーで全部合わせると、トータルで15回分のガチャが引けると。で、その他にデイリーミッションってのがあって、これ毎日3つなんですけど、1日3つクリアするとレベルが3ずつ上がっていきます。で、最大レベルが20なんですけども、レベル1からスタートして、マックスまで、レベル20まで行くと、全部でガチャボックが10個もらえます。なんでさっきのガチャコインと合わせると、トータルで、無料でね、25回チェンソーマンコラボガチャを引くことができます。めっちゃお得です。しかもこのデイリーミッション、全然簡単なんで、これはね、毎日やった方がいいと思います。そして、ガチャ箱とかの他に、この赤いね、スキルポイントっていうのがもらえるんですけど、これ、スキルがね、いろいろあって、自分の好みにね、割り振ることができるんで、まあ、ここはね、お好みで、まあ、火力がいい人はね、火力上げたいとか、ディフェンス上げたいとか、その他スキル上げたいとかできるんで、ここはお好みでね、振っていただいていいかなと思います。そしてですね、右側の真ん中ら辺見てほしいんですけど、一定の確率で獲得、公安制服、シークレットとあります。これね、ちょっと今狙ってたんですけど、なかなか出なかったんですが、ちょっとね、このレジャーの解説をしつつ、このシークレット衣装もちょっと狙っていこうかなと思います。武器なんですけど、一応2種類あって、まあ好きな方使っていいと思うんですけど、個人的にはこの TMP がね、使いやすいかなと思います。まあ打ちながらね、結構早く移動できるんで、まあなんだ、ゾンビの、攻撃をかわしつつ撃てるということでね、個人的にはこれを気に入って使ってます。ということで、ちょっとね、ハードモードやっていこうかなと思います。初期はね、手榴弾2個だと思うんですけど、スキルでね、3つに増やしてるんで、まあ、とりあえずね、初手、この辺に投げといて、まあ、ちょっとね、ゾンビの体力を削りつつ、戦っていくと。で、こう、TMP を撃ちながら、なんか後ろに下がりながら、回りながら、ゾンビの攻撃をかわしつつ、倒していくと。で、ある程度飛ばすとこう必殺が溜まるんですけど、まあちょっとね、残りゾンビ数も少ないんで、これは次の、ウェーブにね、取っとくと。で、弾も補充して、はい、補充完了。で、上の方にね、ウェーブが変わると出てくるんで、収録とか。じゃあ、ここに投げて、で、こっちもこの辺に、投げて、で、敵が中央に、集まってきたぐらいのタイミングでこうやって変身して、一気に片付けていくと。まあ、こんな感じでやっていけばね、ハードモードも、シングルで、だいたい13分、14分ぐらいでクリアできんのかな。まあ、こんな感じで、やっていきます。今ね、9ウェーブ目が終わろうとしてるんですけど、このウェーブはね、まあ、変身は使わずに、10ウェーブ目でね、ボスが来るんで、ちょっとそこでね、初動から使っていこうかなと思ってます。さあ、来るか。なんかね、ジジイ。第1話のジジイがね、出てくるんですよ、これ。で、まあ、この辺で変身をして、ガンガンぶった切っていくと。で、下の方にね、パワーってあると思うんですけど、このゲージがなくなると、変身が解かれるんですけど、ゾンビをね、倒しつつやると、なんだろう、血を吸いながら、回復しながらね、やっていくんで、結構長い時間、この変身を使うことができます。これ原作と一緒だよね。血をなんか吸いながら、飲みながらやるみたいな、そういう感じです。で、半分ぐらいまで削ると、こいつね、ガード体制に入るんですよ、こんな感じで。で、ゾンビの中にこういうね、なんか、盾みたいなの持ってるやつがいるんで、こいつを、倒すことによって、ボスのガード状態が解かれます。多分3体いるかな。はい。で、これ倒し終わったんで、今ガードが解かれてる状態です。ではまたね、変身して、ぶった切っていくと、まあ、こんな感じ。だから別にね、そんなに難しくはないです。シングルでやっても、ちゃんとね、難易度もシングル用にね、なんだろう、レベルを低くしてくれるんで、全然シングルでもやれると思います。あ、これ、敵撃破で HP 回復。
これめっちゃ強いんで、これ出たら絶対取った方がいい。特にエンドレスモードやるときね、めっちゃこれいいから。あの 5% 回復するんですけど、普通のね、このなんだろう、雑魚ゾンビ雑魚ゾンビっていうのかな、まあ、この辺倒しただけでも体力がね回復していくんで、これはねマジでめっちゃ強いから絶対取ってください。あったらこれあれば、多分ね、ハードとかまで全然余裕。エンドレスは、マックスね23までしかねちょっといけなかったんですけど、それでもね、これがないと多分ねそこまでいけないと思うんで、あったら絶対取ってほしいですね。まあ、あとは、HP のね、上限とか、あと攻撃力とかをね、ちょっとバランスよく取っていけば大丈夫かなと思います、この辺は。さあ、ということで、ラウンド15でこれラスボスっすね、ハードモードの。サムライソード、こいつね。まあ、ちょっとさっき間違ってね、変身使っちゃったんで、ノーマルスタートなんですけど。まあ、すぐ溜まるんでね、こうやって避けつつ、まあ、ゾンビ倒していけばね、ゲージがどんどん溜まってって、すぐに変身できます。で、さっきのね、敵倒したら、HP、5% 回復も持ってるんで、かなり余裕で。あとは変身しながらもう、これは全然気にしなくていいです。HP、5% 回復取っちゃえば、全然もうこんなの、他の周りのゾンビとか無視してもガンガン切ってくる。こういうの敵を、ボスを切りながらやると、まあ、勝手にね、ゾンビも巻き添いで倒して、体力回復してくんで、まあこんな感じで、あとはこうやってねヘッドショットを狙って、でこいつ突っ込んでくるんですけど、突っ込んできたら入れ替わりで敵の方にピュッていくと攻撃避けられるんで、でまたこうやってねヘッドショットを狙ってピュッと避けつつ、まあ、こんな感じかな。これでね全然いけちゃうから、こうやって避けて一定の間隔で、ね、攻撃してくるんで、立ち替わり立ち替わりでピュッと避けて、ヘッドショットでね。まあ、これがいいかな。さあ、もうそろそろだね。ピピピピピッと。慣れればね、全然簡単なんで。ただ、唯一あれかな。弾補充するときだけ。あ、これ、マックス狙っていきましょう。ああ、釣れた。あ、でも、A か。弾補充するときだけね、どうしても一発覚悟で、一発もらう覚悟でね、ちょっと補充しないといけないんで、あれなんですけど。まあまあまあ全然ね、多分、こんな感じで余裕で倒せると思います。ということで、シークレット衣装、お願い！いやー、ダメか！来ればね、このタイミングで来ると思うんですよ。まあね、ちょっとそんなうまくいかないですよね。じゃあ今度エンドレスで、めっちゃね、楽な周回をしていこうと思う。一応ね、こうやってクレ構えて、もうジグレでさっさと終わらせ。エンドレスは、その名の通りね、もう無限に続くんで、明確なね、ゴールとかないんすよ。だからもう何だろう。もう速攻で死んでも、一応クリアなんですよね。それ日付変わるときに、こう、確認したんすよ。今日のデイリーミッションが、一応なんか任意のモードをクリアするだったんですけど、これでね、クリアになってたんで、そのデイリーミッション、達成してたんで、クリア判定なんですよ、この、速攻死んでもね。まあ、放置でゾンビにやられてもいいんですけど、まあ、こっちの方がね、早いです。放置でゾンビにやられると、だいたい2分ぐらいかな。で、このグレを使って、ジグレでやっていくと、だいたいね、1分半ぐらい。まあ、最初のね、なんか30秒間のなんか待機時間があるんであれなんですけど、それがなければ、45秒ぐらい。で、一戦終わることができるんで、これでね、周回していきます。で、うまくいけば、速攻ゲットできるんですけど、昨日7時間やってゲットできてません。昨日7時間やって。いやー、ほんとね、きついんすよ。マジで低確率。まあ、運いい人はね、確率だと思うんで、本当にね、多分、それこそね、初回クリアのあれでゲットしちゃうかもしんないんですけど、まあ、こんな感じでね、終わっていくと、おねんねしていきます。お願い、お願いします。来てくれ、来てくれ。お願い、お願い。お願い、お願いします。お願い。お、待って、マジで来た。嘘。おお。マジ。ガチで、さっきハードモードの、説明して直後なんですけど、ちょっとすいません、スクショ撮らせてください。いや、マジで。いや、昨日ガチで7時間ぐらいやってたからね。いろんなの試しました。
イージーもやったし、まあ、ノーマルやってないか、イージー、ハード、あとエンドレスの第一ウェーブだけクリアして、死ぬみたいなね、いろいろ試したんですよ。いや来なくてマジでね、いやマジこれ来ないんじゃないって思ってた。俺には来ないんじゃないかと思ってたんですけど、来た。え？しかもその7時間、最初のね、1時間ぐらいは喋りながらやってたんですけど、後半ねもう疲れて全然喋ってなくて、今ちょうどたまたま喋ってるタイミングで来るっていう、神がかってる。ちょっと、ちょっと来てみよう。ちょっと待ってね。一応なんか、あの、元の意思を戻すのがちょっとめんどくさいんで、これでね、ちょっと、獲得時間順で、上の方行くかな？あれ？あったあった、これですね。はい、はい、来ました。姫野先輩です。いやー、マジ、血濡れ姫野先輩。ゴーストね。ちゃんとアニメ全部見ましたよ。そして男に変えると秋先輩血濡れ、でもちょっとね、顔がちょっと違うんですよ。ちょっとなんか違うんですよね。で髪下ろした方がかっこいいんだよな、個人的にですけど、あのアニメで見てる感じね、髪下ろしてる方が好きなんですけど、男バージョンだとこれですね。いやマジか、嬉しい。いや本当にしんどかった、マジでめっちゃやってたもんやっと来ました。いや、ゲットする決定的瞬間を取れてよかったな。だいたいトータル7時間半っすね。マジで多分運が悪かった。運がいい人は普通にね、あのそれこそノーマル、ハード、エンドレスやっていく過程で、一緒にねゲットしちゃうような人もいるだろうし、まあ、運が悪い人は俺みたいにねこんぐらいハマる人もいるだろうし、いやーよかったね。みんなもちょっとこれやってみて、運が良ければね多分速攻ゲットできると思うんで、今回マジで、ハード2回やって一発目だったからね、あんだけ機能出なかったのに、そんでですね、ワークショップで後半のね衣装も見れるようになってて、まあ、ついでに紹介するんですけど、デンジとね、デンジのノーマルバージョン、普通のね、これとあとパワーっすね。はい、これパワーです、で一応ね進化もあって、多分これ後半の価値に入ってると思うんですけど、まあ、レベルアップするとあれだね、あの特訓中のパワーですかで激ハーボイスもある。パワーが一番最強じゃんこんな感じで、デンジの方もね一応スキンレベルアップすると、デンジも血濡れになるんですよこれ。いいよね。で、ちゃんとね激ハボイスもあります狂ってるねアニメ通り。はい、まあという感じでね、ちょっと今回レジャーを紹介したんですけども、まああのシークレテーションね狙うのもいいし、そうじゃなくても普通にね、コラボガチャも、合計でトータル25回、無料で引けますんで、で、ランキングとか入ればねさらに引けちゃうんで、ぜひ皆さんコラボレジャーやってみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様お正月はいかがお過ごしでしょうか。僕はですね昨日早起きして、まあ、初売り行ってきたんですけど、まあ、特にねこれって言ったものがなくて、結局、銀だこの福袋とあとお茶のね福袋を買って終わったんですけど、皆さん何か買いましたか。よかったらコメ欄で教えてください。